今のテレビの4倍の解像度を持つ 4K 放送が来年12月 BS で始まります。株式会社 BS 朝日、よろしくお願いいたします。総務省はテレビの在京キー局が 4K テレビの実用放送を BS で開始することを決定し、 BS 朝日の菊池社長が高市総務大臣から放送免許の認定証を受け取りました。民放各局や NHK のほか、ワウワウやスカパーなど合わせて12社が免許を交付されました。放送開始は来年12月の予定です。家電メーカー各社は放送の開始までに BS の 4K 放送を受信できるテレビの商品化を目指す考えです。高市大臣は 4K ならではの迫力ある映像を期待するとしています。